じゃあ行きましょうか、うん、東郷ですちょっと違うバージョンで、全然違う、もう完全にあの宮迫ですってそれパクっとるんですけど、ね、はい、今日はね、あの急遽動画を撮ることになったんですけれども、はい、皆さんあのフロントのタイヤの回転よく何秒回ったとかね、はいはい、こんなにすごい回ってるんだぞとかってよくあるじゃないですか、はいはい、あれをねちょっと実際に検証してみたいなと思って、その部品、うん、その材質とか重さによってどれだけ変わるかっていうので、うんうん、そのタイムを測りたいなっていうので、うんうんうん、もう忖度なしフロントハブどれだけ回るか選手権っていうふうでね、パチ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 っていうのをちょっとやりたいなっていうふうでね、はい、ちなみに森田君は3秒ですね。何がですかちなみに森田君は3秒僕は思うんですよ、はいね、基本あの見てる人は男の人ばっかりだと思うんだけどね、はい、で、うん、まず一つ目が樹脂の六角ハブに、うん、アクスルがあの普通の純正のやつ、鉄かな、まあ、ノーマルのやつだよね、うんうん、そうだよね。で次にそのアクスルはノーマルのやつでワンをまた使って、うん、でアルミの六角ハブを使います、はい、であと最後に一体型のアルミのハブ、そうだね、一体型のハブの方ね、こちらの方なんですけれども、以前動画でも紹介したやつですよね、はい、でこれにしてどうなるのかっていうところなんですよね、うんうん、はい、はい、でこちらの方で、はい、フロントハブどれだけ回るか選手権っていうの方をちょっとやっていきたいと思います。はい、はいはい、じゃあね、そういう形でね、はい、あのいろいろ実験の方を進めていきたいと思うんですけども、はい、皆さんよろしくお願いいたします、はい、ちなみに森田君は3秒でした。早すぎますねみんなね、そんな見たくない見たくないって言ってると思うんですけどね、すいません、はい、すいませんじゃあ行きましょう、はい、はい、行きます。樹脂のやつ、ね、いい？いきますよ。はい。よいしょ。で、今回樹脂の六角ハブ。28秒62。おお、じゃあアルミね。はい、これアルミ、アルミ 1.3、 1.3。 さあ、このアルミの、うん、アルミの六角ハブですね、はい、いきますよ。で、ほい、いいよ、はい、30秒89。おお、結構検討した変わったよね、ねえ、じゃあアルミ製ウルトラライトフロントアクスルね、こちらの方の重量ですね、はい、1.6グラムだよね、うん、はい、はい、分かりました。じゃあこれ組んでいきましょう。はい、はい、本当すぐ付け替えれるね、これ。そうです、簡単に付け替えが、いいよ、いきますよ、はい、はい、はい、10秒
10秒30秒じゃあ参考までに、うん、よく上級者がやるチューニングしたベアリングっていうので、はいはいはい、そちらのタイムの方もちょっと取っていきたいんですけれども、はい、まず何をつける？オイルは僕いつも普段これを使ってます。はい、はい、ヨコモのドリフベアリングオイルね。はい、ドリフトオイルってやつね。はい、はい、これを使っております。で今回使うベアリングが、ベアリングがこれですね。これですね、うん、フロントアクセルベアリングローフリクションタイプっていうやつですね。はいはい、これをどういう風にして使う、脱脂をして使う？そうですね、僕は一回、うん、パーツクリーナーで洗浄して、はい、その後にこのオイルを垂らして、うん、垂らしてっていうところね。はい、分かりました。じゃあそれのタイムもちょっと測っていきましょうね。はい、でアクスルは何をつけてる？アクスルは一体型の、あの一体型のやつね。はい、じゃあそれでタイムが何秒になるかっていうのをね、はい、はい、ちょっと見ていきたいと思います。はい、いきますよ。ほいほい、はい、さあ脱脂したやつも音が違うね。音が違いますね。シャーっていうね。10秒経過。20秒経過。これ全然違うぞ。これ勢いが違う。違うね。30秒経過。40秒経過。50秒経過。ぶち切りじゃないですか。ぶち切りだねこれ。1分経過。1分10秒経過。これそれもあった。やばいですね。もうちょっと腕が疲れてきました。ちょっと頑張って、もっと20秒経過。20秒経過。1分30秒経過。1分40秒経過。1分50秒経過。2分経過。すげえ。2分10秒経過。まだ回ってるよ。うん、2分20秒経過。2分30秒経過。すごいなぁ。もう止まったな。2分20秒経過。粘るね、結構。うし、2分57秒。うお、2分50、やばい。2分57秒ですよね。うん、ぶっちぎりですね。ぶっちぎりだね、これ。ぶっちぎりだね。ねえ、あ、すごい。ってことは
軽くて精度があるやつを使って、うん、なおかつその脱脂をして、うん、あ、まあベアリングも違うもんね、うん、ベアリングもそのローフリクションタイプで脱脂をしてヨコモのドリフトオイルを刺して走ると何倍 ?6 倍回るってこと？すごい。まあ1個ずつ積み重ねなのかもしれないけど、そうですよね。まあ参考としてね、まあパーツだけじゃなくてそういう、まあ、チューニングっていうのか、はい、うん、やっていくと、まあ、こんだけ変わるって、そうですよね、ことですね。僕もね、実際こういうふうに比較したのは初めてなんで。そうだよね。そうです。なるほど。ちょっとびっくりしました。さあ皆さん、いかがだったでしょうか。かなり違いが分かったと思うんですけども、はい、ローフリクション、脱脂、うん、で、ヨコのドリフトオイル、はい、で、このウルトラライトフロントアクセルハブ、はい、ね、をつけてもらうとびっくりするぐらい回ったっていうことですよね。うん、もう3秒森田もびっくりですよね。っていう感じです。はい、はい、皆様、ね、いやちょっとびっくりしました。本当にびっくりした。はい、よくね、ドリ、肉ドリだとフロントの転がりっていうことは盛んに皆さん言ってるんですけれども、うん、まさかここまでとは。そうですね、正直驚きましたね。うん、まあ、普段みんなこうやって回してね、うん、こんだけ回ってるんだぜとかタイム測る人なんてあんまりいないからね。そうですね、うん、なんでまあ多分ね、もっとよく回る人はもちろんいると思うんですけど、はい、まあやっぱりこう一つずつ、うん、まあチューニングでここまで変わるってことですね。うん、なるほど、わ、うん、かりました。はい、本当に実験ありがとうございました。ね、はい、ちなみに3秒森田の好きな女優は？女優